この中が異教の場所、十分警戒していきましょう。異教の地下場所、今は訪れる者もほとんどいない。古い墓所です。ランタンをつけて進まないと。これは入手しておきます。まず私が行きます。まだこの地に本土の教え、現在の教会の力が広まる時と以前、扉が開かなくてもこの昇降機は使えませんね。サケの民は地に根付く古代の神を崇めていたようです。ここは進めないようです。奥に部屋があるようですが。死者の魂を地に返し、時代の魂として浄化、再生。何かありますよ。そのような祈りが込められていたと推測されます。アイテムを拾います。気をつけてください。アンデッドが潜んでいます。アンデッドが現れました。入手しておきます。この壁は乗り越えられそうです。そうだ、炎での攻撃が効いています。カッチャ様を狙う敵を倒します。力を合わせた結果です。やりました。アンデッドがいます。ファットアンデッドです。やつらは炎に弱い。行きます。倒れろ。部屋の奥には扉を開く仕掛けが。越えていきましょう。あれ、炎の弱点ですね。何かありますよ。明かりをつければ罠かどうかは分かります。明かりで照らせば仕掛けが見つかるかもしれません。この取っ手、扉を開けるための道具では。大丈夫ですか。アクシャ様、大丈夫ですか。ファットアンデッドがいます。炎の攻撃で破裂させます。炎で破裂させます。離れて。今です。炎で破裂させましょう。アイテムで状態異常を直しました。我々の勝利です。これは入手しておきます。ん、何かありますよ。勝利です。やりました。各社様、大丈夫ですか。まず私が様子を見てきます。一体いつの時代のものなのか。墓という概念は私たちには存在しません。何度来てもこの空間は好きになりません。炎での攻撃が効いています。嫌な匂いがします。奴の体が膨らんでいます。
何かありますよ。足元に注意してください。この明かりもつけておきますか。アンデッドが現れました。各社様は私が守ります。どうやら炎が必死なようです。切り切ります。炎での攻撃が効いています。炎の力で攻撃です。我々の勝利です。やりました。アンデッドが現れました。何かありますよ。これは入手しておきます。この取っ手を使えば、何かの装置のようです。恐らく地下の周回に鍵がかかっているようですが、特殊な鍵のようです。地下に続いているようです。この取っ手を使えば、おそらく地下の周回所に進めるかと。迷路のような構造は天然の洞穴を利用した構造のせいでしょう。今や各所が崩壊。何かあるようです。全域を踏破して確認するのは難しそうです。アイテムを拾います。それだけに一回よくない企みや当たりの手を放す絶好の場所。周囲を注意深く探ります。魔物のバッコもさることながら、人の安堵をさらに歪めて増幅させる。束になって来られると厄介です。炎での攻撃が効いています。やはり鍵を手に入れなければ。そんな力がここにはあるのかもしれません。寒気がします。この気配は一体強い魔物から仕留めます。弱いことをお任せします。炎の力で攻撃です。離せ。炎での攻撃が効いています。早く。炎が弱点です。取り付いたファントムを攻撃して仲間を助け出せます。取り付く力では払えません。何かあるようです。私に任せてください。アンデッドです。炎が弱点ですね。回復します。お待ちを。ん？何かありますよ。
殻が。中は何でしょう。日記の切れ端のようですね。この取っ手を使えばおそらく地下の集会所に進めるかと。強力な呪いを受けました。力が抜ける。アイテムを拾います。この取っ手を使えば。スケルトンとの間合いに気をつけて。何かあるようです。アイテムを拾います。何かあるようですね。強力な呪いを受けました。各社様、大丈夫ですか。どこかに回り込む道があると思うのですが、この場所は下に降りられるかもしれません。これは宝でしょうか。してください。ん？何かありますよ。アイテムを拾います。何度でも回復します。危険なら戻ってこられます。降りてみますか。
アンデッドが現れました。宝が、中は何でしょう。ここから宝箱がある部屋に進めるはずです。スケルトンナイトです。強い魔物から仕留めます。落ち着いて核を撃破しましょう。太陽を回り込めば問答無用に襲ってきます。注意を。お待ちを。邪悪な力に操られているようです。アイテムを拾います。最後を狙いましょう。バラバラにしてやりましょう。宝、中は何でしょう。何かあるようです。ところどころに大きな段差がありますね。魔物と出くわしたら段差をうまく利用しましょう。オーガがいます。アンデッドがいます。肉弾攻撃に注意してください。この中で女性に目がないよ。こいつのバカ力は厄介です。女性を狙います。注意してください。助けてください。今助けます。各社様を狙う敵を倒します。やめろ。しましょう。宝が、中は何でしょう。何かあるようです。
周囲を注意深く探ります。アイテムを拾います。何かあるようです。各社様と共にある。それを思えば力が湧いてきます。聞こえますか？人の声がします。声のする方に行ってみましょう。さっきよりも声がはっきりと聞こえます。この物質世界では不本意ながら魂はそのような不完全なありようでしか存在できない。あらゆる困窮、不幸、苦痛は物質世界での魂の不完全さが生み出す根源的かつ不可避なもの。この声は、目的の場所は近いようです。この扉は開かないようです。どこかに2階へ上がる段差があるはず。それは快楽ではない。目的の場所はすぐそこです。快楽はまた魂の成功性から生み出されて歪な機能界に過ぎず、として与えられる一時的な錯覚でしかないからだ。永遠に快楽だけを得られる魂という存在はこの世界ではありえない。世界は目的の場所はすぐそこです。正しくしようともがき、それ自体が歪みに苦しんでいる。正しく平常な世界と全ての魂が一つの安定した状態を想像。足元に気をつけます。骨を踏むと音が出ます。一体何が起ころうとしているのでしょうか。ドラゴン、あなたにお分かりになりますかね、学者殿。
になって来られると厄介。タクト様を狙う敵を倒します。炎での攻撃が効いています。炎が弱点ですね。こいつ離せ。タクト様すぐに助けます。さすがは各社さんってところですかね。さてちょいとこちらへ。力を合わせた結果です。やりました。エリシオンは逃がしましたが、幹部の一人を抑えやしたよ。まずまずの収穫ですかね。いろいろと聞き出すこともできました。俺たちはちょっとした遊びだよ。こんなものは最初から破壊だろ救済だろ信じてたわけじゃない。本当だ。とはいえこのまま逃がすと面倒なことになりそうですね。アッシが各社と通じてるのもバレてしまう。あ、待ってくれ。話が違う。まあ、お待たせします。パンダはあなたにお任せします。各社とは流れに逆らう不遜であると。だが私は思うのだ。その方とて話が通じるわけではないと。ここは各社様の覚悟次第。どうかご決断を。我らは従います。そうだなあ各社よ。その手を血に染め流れに逆らい何の得があろう。あなたの判断に私は口を出そうとは思いません。トラミの裁きを静かに待とうではないかな。道に迷ったと感じたら落ち着いて地図を確認してください。滅びの救いのその時まで。ここは各社様の覚悟次第。どうかご決断を。我らは従います。今の声はちょいと甘かないですかね、各社様。手心を加えても、こいつらはあんたに感謝したりしません。きっと、邪魔なあんたを殺しに来ますよ。いろいろと手伝ってもらえるかと思いましたが、見込み違いだったかな。足を引っ張られるのはごめんなんで。関わりを持てば危険です。足とはこれっきりという。何かあるようです。報告のために領土に戻りましょう。こんなところに出入り口は何の目的で作られたのでしょうか。ごきげんよう。やはり救済の連中は何かを企んで集会を行っていたのですね。
そのエリシオンとやらを取り逃がしたのは返す返すの残念でしたな。我が方も一層の警戒に努めますが、キャツはこの後も各社殿を狙うやもしれません。お気をつけろ。ともかくご協力に感謝します。両王の信頼もより厚くなるでしょう。我々も良い経験を得ました。強化できる装備はありませんか？しかしあれだな、鉄と槍どれも一品だ。そう、これも一品だ。どれも一品だ。どれも一品だ。そうはしない。じゃあどうぞ。無理せず。あいよ。どうですか？頑張ったつもりですが。